がなんかすごい薄い冷凍庫みたいな感じであったんだけど、ね、なんかカルパッチョみたいなのが入ってたけど、うん、あ、まあでも開封されてないから、うん、セーフ大丈夫だよね。あ、全然大丈夫だったよ、見た目は。あ見た目は大丈夫だけど、まあ、期限のほどはちょっとね、うん、年単位の待って先生、あれは食べてもよろしいんでしょうか。あれはどうなんでしょうか。どうなんだろうね、やめた方がいいかもしれないですね。美味しそうだなと思って買った、年が明けてましたすごい美味しそう、すごい美味しそうだし、うん、まあ1ヶ月くらいだったらいいかなって思うかもしれないけど、なんか捨てるのが申し訳なくて。あ、わかるわかる。で、見た目も結構好きだから置いてあるんですけど、うん、あれでもあの置物じゃないんで、親離れした方がいいっていう。親離れしましょう悲しいけどもうあの子たちはあれチョコ先生にも見つかんなかったのにあー、チョコ先生まだ隠れてますよそう、チョコ先生に3回ぐらい冷蔵庫見られてるんだけど、うん、あれマジで見つかってないのあー、見つけちゃった。いつも不思議だったの、本当にこれ捨てなって言われないから言われなくてなんでこの子たちいつも無事なんだろうって思ってて、うん、あ、捨てられてんの、いつもいつも捨てられてんえ、じゃあ捨てときまーす、うん、そうなんだよね。うわ、アキローゼンタオルの目はごまかせなかった。そうだよ、うん、